はい、ちくわです。今回はね、視聴者の方からちょくちょくお声をいただきます。ちくわさんは日本の仮想通貨取引所はどこを使っていますかという質問に対して回答していきたいのと、でまあタイトルにもサムネイルにもあるんですけれども、私はね、ビットバンクという日本の仮想通貨取引所を使っておりまして、ただね、日本の仮想通貨取引所っていっぱいあるんですけれども、なぜ私がね、このビットバンクを使っているのかというところから、実際にね、口座の開設方法までをまるっとご紹介できればというふうに思います。はい、でなぜね、ビットバンクなのかというところなんですけども、まあ、やっぱり一番はね、取引手数料がすごい安いんですよ。このね、ビットバンクの取引手数料はね、業界でも最安クラスですので、やはりね、いっぱい取引する方には手数料というものはなるべくかけない方がいいので、ここはね、やっぱり最重視する項目かと思います。でこのね、取引手数料をなるべく払わないという考え方は、この仮想通貨取引所に限らず、まあ、例えばね、株式投資なんかでも同じで、証券会社の窓口に行って何かね、株を買うという場合には、やっぱりね、手数料が取られてしまいますので、それよりもネットで証券口座を開設して手数料をね、なるべく抑えて、投資をするといった方がね、非常に安く済みますので、まあ、そもそもね、この NFT ゲームや仮想通貨で、お金を稼ごうと言って始められる方が多いと思いますので、余計なね、手数料を払わないように心がけておいてください。で、一番注意したいのが、日本の仮想通貨取引所の中では一番ね、コインチェックというものが非常に手数料が高いです。なので、もしね、このコインチェックをもう使っているという方がいらっしゃいましたら、まあ私としては、まあご面倒ではあると思うんですけれども、ビットバンクに乗り換えた方が将来的には絶対にね、お得になると思いますので、私だったら乗り換えます。で次にね、ビットバンクを選ぶ理由としては、取り扱いのね、銘柄が非常に多くて、これね、ビットバンクの口座を一つ持っておけば、まあ大体のね、仮想通貨は網羅されていますので、わざわざね、2つ3つとね、口座を持つ必要がないので、その辺もね、非常に重宝しています。で、次にね、操作が非常に簡単で分かりやすくて、スマホでもね、簡単にポチポチ操作ができまして、私はね、パソコンでもスマホでも気軽に、仮想通貨を購入したりしています。まあ、あとはね、こちらのビットバンクは2014年設立の非常に老舗の仮想通貨取引所となっておりまして、まあ、そこもね、非常に長く続いて、信頼ができると。まあ、このような、ね、点を踏まえて、私はね、ビットバンクを使用しています。で、このビットバンクの口座の開設は、スマホでね、概要欄の方から簡単にできますので、ぜひね、試してみてください。で、この口座の開設は、パソコンとかよりもスマホの方が簡単でして、で、なんでかというと、で最後にね、自分の免許証とかの、ね、証明書を提出するんですけども、その際にね、スマホだとカメラを使って、そのね、写真を撮影して、そのまま提出をすることができますので、パソコンよりもね、スマホの方が非常にスムーズに解説ができますので、ぜひね、スマホから口座の解説をしてみてください。はい、それでは実際にね、私もスマホを使って、口座の解説をしていきますので、順番にご説明します。はい、では実際にね、スマホから口座を解説していきます。で一番手っ取り早いのは、私のね、チャンネルの動画だったらどれでもいいので、動画をね、開いてもらいましたら、タイトルですね、こちらのタイトルをタップします。でそうしますと、ここにね、概要欄の方が出てきますので、もっと見る、こちらをタップしてもらいまして、下の方にね、NFT ゲームの始め方というものがありますので、そちらのステップ1ですね。こちらから直接ビットバンクの口座開設が可能ですと書いてあるところがありますので、こちらをタップします。で、Chrome、Google、Safari のね、お好きなアプリで開いてください。私は Safari で開きます。はい、でこれでね、ビットバンクの公式ホームページに飛びますので、こちらでね、まずはメールアドレスを入力していきます。で、今すぐ無料口座を開設するをタップしますと、メールをね、送信しましたとなりますので、今ね、登録したメールアドレスのメールを確認してください。はい、そうしますと、新規口座開設を申し込みいただきありがとうございますというメールが来ますので、こちらのね、リンクをタップします。でまずはね、パスワードを入力していきます。で、このね、パスワードの強度は堅牢にならないと次にいけませんので、ご注意ください。で、このね、下の2つにチェックを入れまして、登録と。で、基本情報の登録ということで、開設する口座は個人口座になります。
で、氏名と名前を入力していきます。とりあえずね、説明の動画なので適当に入力しますけども、ちゃんとね本名を入力してください。氏名とふりがな、で生年月日とかも入力していきます。で日本国籍で住所で、こちらで次に進む。取引の目的ということで、これは何でもいいんですけど、まあ、暗号資産の売買、移転及び管理にしておきます。で職業は会社、いや役員じゃないや、会社、じゃあ正社員、会社員の正社員にしておきます。で年収はどうしようかな、じゃあ1億円以上にしようかな。自己資産もじゃあ1億円以上にします。これね、さっきも言いましたけど、必ずね自分の見合ったものを入力してください。で利用者となった動機または経緯、まあこれは何でも紹介でいいかな、紹介で、取引の経験がなかったら全部未経験で大丈夫です。未経験で電話番号を入力していきます。で外国の重要な公人でなければチェックを入れます。で反社会勢力でなければチェックを入れて確認と。で、入力した内容に間違いがありませんかということで確認をします。でこちら OK だったらチェックを入れまして登録と。で次にね、本人確認書類のアップロードと、こちらに進みます。でこれがね、スマホでやっぱり一番のメリットなのが、スマホでね、本人確認ができますので、上のスマホで本人確認、こちらをタップします。で本人確認書類ということで、運転免許証かマイナンバーカード、で今回はね運転免許証でいきます。で撮影すると。でカメラへのアクセスを求めていますと出ますので、許可で、これでね実際に運転免許証の表面から撮影するんですけども、ちょっとね私の運転免許証は見せられないので、代わりにね、このヨドバシのゴールドポイントカードを撮影したいというふうに思います。でも本来はね、運転免許証には顔写真とかいろんなね住所が入ってると思いますので、こちらにね、ちゃんとこうぴったり合うようにしていただいて、こちらで撮影と。で文字を読み取ることができますよ、で顔写真が写っていますようにチェックを入れて、決定をします。で今度はね、裏面も撮影していきます。でこのね、ゴールドポイントカードの裏面にもね私の名前載っちゃってるので、表面で撮影しますけども、運転免許証をね裏面にしてもらって、同じようにあとね、この項目に、収まるようにしてパシャッと取ります。で文字を読み取ることができますようにチェックを入れて決定と。で最後に、このね、ゴールドポイントカードじゃなくて運転免許証のね厚みを撮影しますので、ちょっとね傾けてください。ちょっと傾けてもらって、でこんな感じかな、こんな感じでパチャッ。で本人確認書類の厚みが写ってますよ、で本人確認書類の表面が写っていますよと、こちらで決定です。で最後にね、自分の顔写真と運転免許証をね一緒に撮るんですけども、まあ、ちょっとね顔写真撮れないので、まあ、こんな感じでね自分で運転免許証を撮りながら自分の顔も撮影すると。で本人の顔が写ってますよ、顔写真が写ってますよ、本人確認書類が指で隠れてませんよ、こちら確認して決定。であとは顔をね少し右に寄せて撮影してくださいというのもありますので、こちらも撮影していきます。で撮影できましたら本人の顔が写ってますよ、指示通りの写真を撮影していますよ、で決定。で最後に本人確認書類の確認ということで、運転免許証の表面とか裏面、あとは本人の確認書類プラス顔の正面が写ってますか、あとは厚みが写っていますか、本人の右向きの写真が写ってますかと、全部 OK だったら送信をして、これで本人確認書類のアップロードはおしまいです。ただね、私の場合はゴールドポイントカードですので、運転免許証が正しく認識できませんでしたとなってしまってますけども、まあ、ちゃんとね、運転免許証を撮影していれば問題なく進むはずです。で、本人確認書類のアップロードまで終わりましたら、次に、ビットバンクのアプリをダウンロードします。で、ダウンロードはね、iPhone の方は APP ストアから、Android の方は Google Play ストアから、
ビットバンクと検索すれば出てきますので、こちらでダウンロードをお願いします。で、ダウンロードが終わりましたら、実際にアプリを開いていきます。はい。で、アプリを立ち上げまして、まず最初にね、ログインをしていきます。で、先ほどね、入力したメールアドレスとパスワードを入力します。で、ログインが完了しましたら、今度はね、2段階認証というものを設定する必要がありますので、設定していきます。まずはね、右下のメニューをタップしてもらいまして、こちらですね、設定タップします。で、2段階認証とありますので、こちらを設定をタップします。で、ここでね、2段階認証設定を行うには、認証用アプリを端末にインストールしてくださいとなりますので、こちらのね、Google Authenticator というね、ものをまずはダウンロードします。で、こちらのね、ダウンロードが終わりましたら、設定を始める。こちらをタップします。で、次に、このシークレットキーを使うというところをタップしまして、で、こちらでね、自分のシークレットキーを確認できますので、こちらをタップしてコピーします。で、コピーしましたら先ほどのアプリを起動してください。はい。で、起動しましたら、確か一番最初は開始ってボタンを押したと思うんですよね。その開始をね、タップしていただいて、で、このね、右下にあります、このプラスのボタンをタップします。で、セットアップキーを入力と、こちらをタップしまして、で、アカウントはビットバンクなので、そのままね、ビットバンクと入力します。で、キーは先ほどね、コピーしたんで、こちらをペーストですね。ペーストして、で、追加と。はい、これでね、ちょっとビットバンクいっぱいになってしまったんですけども、この一番ね、下にあるやつが、今ね、設定したビットバンクの2段階認証のコードになります。で、このね、2段階認証のコードは、まあ、1回ね、入力してしまうと、まあ、半月ぐらいは入力のね、求められませんけども、たまにね、ログインしたとすると、この2段階認証のコードを入力してくださいと言われますので、その際は、こちらのアプリを起動してもらって、このね、ビットバンクの、今は314320というコードがありますので、こちらを入力してください。で、このね、コードは時間によってコロコロ変わりますので、このね、時間内じゃないと、このコードは有効になりませんので、この時間内のうちに、この241629というものを入力して、ログインをしてください。はい、で、これでもうね、講座の解説は終わりなので、まあ、意外とね、簡単だったんじゃないかなというふうに思います。あとはね、2、3日でビットバンクの審査が入りまして、で、審査が通るとメールでね、お知らせ来ると思いますので、あとはね、実践取引ができるようになります。これで晴れてね、講座の解説が完了しまして、仮想通貨とかね、購入ができますので、実際に購入してみてください。で、あとはね、講座は解説したんだけど、ちょっとね、日本への入金の方法とか、仮想通貨の購入の仕方がわからないという方もいらっしゃるかと思いますので、ビットバンクに日本円を入金して、それをね、今度は海外の仮想通貨取引所であるバイビットに送金をしたり、でね、メタマスクという仮想通貨のお財布に送金をして、NFT を購入するまでのね、一連の流れをまとめた動画もありますので、ぜひね、そちらの動画も参考にしていただければというふうに思います。はい、それでは今回の動画は以上になります。この動画がね、少しでもいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。